記憶なんて基本出ないものだと思った方がいいからね。こんな風に。グロ画像。オレンジがあるだけマシよ、マジで。もっとグロ画像あるから。なんか出た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 、え、あ、誰だこれ。パンツが見え。え、あ、待って、見える。隊長、パンツ発見しました。隊長、ゴーゴーフェスって何？どうもそれです。はい、そんなクソ長尺がですね、今回やるセットなんですけども、そう、謎のイベント荒野ゴーゴーフェスというのが始まりまして、その中のとあるガチャがね、因縁があるものでね、今回それを引いていきたいと思います。因縁があるものどれかね、あ、ちょ、はい、来ましたね、これですね、これが荒野ゴーゴーフェスなんですけど、これは因縁ないですね。初めまして。おい、なんだこのジェダイみたいな画面。おい、太ももが眩しいね、光が描いてるわ。これがライトセーバーか、神々しいね。男ロマンがあそこに集まってるね。ワンピースあそこにあったんだ。荒野に目を、夢を行動へ。なるほど、はいはい、強い強い。お、なんか始まりましたね。チンポみたいなの立ってるわ。おいおい、すっごい聞こえますこれ。なんだこのチンポみたいな。おい、なんか出てきた。え、え、あ、なんてこと。おい、それが何をしたっていうんだ、何をしたっていうんだ。テラかわいさず、これがうまめつめですかこれ。プリティダービーとは。お、マクロスやん。おいおいおい、いいね、マクロス。荒野もそういう世界になったな。あー、チンポ、あー、中折れしてしまった。お、え、いけマクロス、何するんだ、お前も破壊するのかこれ。ライオンが来るぞこれ。え、急になんか始まった。何これ、荒野行動とは。お、もう空の戦いになってるけこれ。おい、荒野で行動しろ。おい、あれでも楽しいのこれ。あれ、これ今度から荒野がこれってどこになるこれ。え、これずっとこれなこれ。え、マクロス VS チンポ VS ダークライ、これやるこれ。もう壊れんじゃんこれ。起きた、おっしゃー、ガード壊れた、ありがとうございます。粉砕、玉砕、大喝采、いいね。あ、逃げるつもりか。おい、逃がさねえぞ、おい、逃げるな卑怯者。あんなの狙おう、ちょっと待って、なんでこんな無抵抗のやつやってんだこれ。こいつが何をしちゃってんのこれ。あ、チンポ破壊したのか。あ、それは許せねえ。失ったチンコの痛みはするない。俺がお前を空畜する。ここ弱点なんでしょ、お前。ここいいでしょ、これがいいのかい、これがいいのかい、坊や。オーケー、爆発軽っ。中身スカスカだったってこと、これスカスカだったってこと。防衛成功。100点もらいました、ありがとうございます。うん、だから何これ、あれなんかもらえるのこれ、なんかもらえるか。もらえませんでしたね。はい、対戦ありがとうございました。対あり、お、来た。お、何これ、なんか来たぞ。限定ウィング、そもそも限定じゃないウィング、俺知らない。はい、これですね、皆さん。枕。荒野最速伝説ね。枕には因縁があるんでね、こいつでリベンジしてやろうと、そういうわけです。お、なんか来た。お、割引？お、よっしゃ、99割引来ねえけどな、これ。99% 割引。来いよ、来いよ、来いよ。あ、来ねえか。うん、もう10の地点でも諦めてた。10% 少ないよな。多分1万これ少ないよな。そう、こいつ枕ね、これ。僕は以前ね、アカウント販売業者に、いくらになりますかって僕のアカウントの値段聞いたら、枕ないからクソ安いんですよって言われましたよ。500本課金したのに許せますか。しかもさ、その後に枕ガチャが来たからさ、それ引いたなんて、そしたら出なくて、しかもその後動画のコメント見たらさ、その枕は違いますよって書いてあって、違う、そうじゃないって言われまして、違う違う、そうじゃない、そうじゃない、この枕人生狂わされてんのね。枕にも当たり外れがあるらしいよ。でも今回新車が出たんで、これ当たりだろうと、これを手に入れたいと思います。これが業者の言っていた枕だと信じて、枕アレンセナ荒野最速って書いてありましたね、これ。荒野最速王になってやろうじゃないかと。ソーローって意味では最速。確率見ていこうか。0.140%。クソ高侍ね、これ。さすが確率アップと書いてあるまであるな、マジで。でも色が嫌いだな、これ。かっこいいか。まあ、いっか。というわけで今回のセットはこちら。こいつ引く。検証します。俺、こいつ引く。なんかこの役から黒たちは何これ。こいつも枕、なんか小さくない、あ、でも枕って書いてある。じゃあ早速やっていこうか。でもプロスピン13万くらい課金しちゃったからね、金がねえんだわ、金ねえんだわ。アメリカでボディーガード雇うんだ。だからちまちまと課金していきます。ちなみに今回交換ショップってものがありますが、欲しいものもらえるんですけど、こんなのには頼りません。一例一つ交換アイテムがもらえます。それはこの下に書いてある個数集めると空と交換できるわけですね。つまりこいつ700連でね、そもそもここ無理じゃないか。
クソタケマお前10万くらい課金しなきゃいけないけど、これ最初の10連くらい行きたいね。早速当てちゃえば OK と。 OK。 あー金がジャブジャブ消えていくね。最初の10連でお願いします。マジ 0.1% もあるんだからね。いってらっしゃいませ。 0.1% 当てていくと、はい。あー神様どんなにやるんだね。ありがとう。こんなに綺麗に初手いけるんだ。シェイシェイ、おいちょこせ。おー、なんかいっぱい出てる。藤山慎太郎も出てくると。なるほど。はい、これが藤山慎太郎アローラの姿ということでね。なみなみ、まあ、この辺はいらないよ。あ、なんか出た。ルビーズラブ、これ初めてじゃない。何やルビーズって。わからん。まあここで枕出れば全てよしよ。現場でこう、よし。一番いらねガチでいらねえやつ出たの。マジ？おい、ちょっと待って、えこれが荒野55ですか。たまらん、ゲンドたまらん。ありがとうございます。まあなんかいらんウゾモトが出てきてね。まあこのウゾモトたちはどうでもいいわけよ。問題はこの黄色、ここで車が出ると、枕が出ると。なんだこれ、なんだこの結果、ちょっと何これ。いや、パラシュートに俺見えないけど俺が知らないね。パラシュートって概念変わった。まあでも金枠が出てる時点はもう神ガチャよ。記憶なんて基本出ないものだと思った方がいいからね。こんな風にグロ画像、オレンジがあるだけマシよ。マジでもっとグロ画像あるから。なんか出た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 。え、あ、誰だこれ。パンツが見え、え、あ、待って、見える。隊長、パンツ発見しました。隊長、金は来た来た来た。これ当たったやろ。枕、枕、枕、お腹出た出た。なんなら片言だった今の。でこれ多分色違いだろ、これさっきの。誰だこれ。俺もパンツが見えるね。パンツシャイシャイ。まだ大事なのは最後の金枠や。金枠だと基本出ないもんだと思ったらいいから。何が出るか知らねえ。銃銃が出ましたよ。あ、でも見た目可愛い。穴開いてる。あ、穴開いてる。おい、おい、これ銃撃ったら折れるよこれ。なんこれ見えるの、これシャイの。あ、ただの図鑑でした。嘘だろ、一番使ったあれしか出てないの。おい、図鑑な。あ、2万目いきます。まあまあまあ、しっかりと知識の書き方だと思いますがね。俺の自然だからな。いいのくれよマジで。おい、こら、おい、もうけ、こら、おい、地獄はありますか。ここにある。みんな、みんな見てみてください。真っ青です。これが地獄です。僕の顔も真っ青です。これ2400円だな。燃えてなくなる、マジで。マジで言い過ぎだ。おい、来た、金枠、ありがとうございます。これ、オレンジ食べなくてもいいか。まあ、切っていいじゃん。ルビーズラブって一つしか出ない、これ。なんだ、ルビーズラブって。わからん。これ、ここの記憶何が出るかしら。枕だったよね。でも、何度も出る気がしないな、マジで。頼むぞ。お、なんじゃ、これ。トッパーズナイト。なんだ、いかつ。ゴリゴリの武装、これジョージレベル3やん。これ防具、中二心くすぐられない。あ、また気が来た。でもこれ今回出過ぎじゃない。隠れ疲れてるの。これマジ枕出るの時間の問題だよこれ。その前に謎の銃が出ましたね。もう見てもう謎これでもこれも限定か。なるほどね。396個目のスキル、334個目怖い枕お願いします。来て、オブシディアン、なんやそりゃ。これも銃のボディに穴開いてるやん。なんで銃のボディに穴開けんのマジで。発砲の衝撃に耐えれんで。395個目のスキン、あ、待って、え、ちょっと待って、減ってない。おかしいだろおい。これ引けば引くほど減るやつ。はい、クソゴミ。なんか同じやつがいっぱい出てきた。ここのオレンジなんだと思う。トーパーズラブだっけ。俺あれだと思う。あ、はじめまして誰だお前。誰だこれ。オッケー。ああもうこれもうまたこれトーパーズラブやろ。知ってんねん。知ってる声出てきました。トラ割れたワンコ、知って、殺してって言ってるやつな。悲しいわ。無理やりぶち込まれてるからこうなるわ。あ、もうやめましょうよ、お金がもったいない。コビーも言ってるからやめようぜ。でもやっちゃう。3番目突入な。
なんか引っかみに行ってさ、これ3、これ3万で頭おかしちゃうな。これに3万で頭おかしちゃうな。やらなければよかったかな、マジで。これに3万ですよ。許せますか足が出てきましたね。エチエチのエチ。もうダメかもしれんね、マジで。あんだけ気合が出たからさ、そろそろ出るんじゃないかって普通思うよね。相当引いてみたけどさ、これはひどいよな。またお前か。藤波慎太郎シリーズもうコンプだろ、そろそろ。なあ、前回から俺20回くらい見てるぞ、こいつ。何種類あるね。パターン多すぎるな、南だけ。これ、次もどうせ藤波だろ、これ。ホラーね。もう知ってんねん。南はもうええって、ほんとに。やめよ。お、キーが来た。わあ、そうそう、これこれ。俺はこれを待ってた、マジで。チャンスが来ました。ここで枕が出ないならもう出ない気がする。ここの記憶マジで頼みますよ。本当に。本当に。マジでこれ。俺冗談じゃなく言ってるから。本当にマジで記憶出てない。本当にガチでお願いします。マジでシェイシェイ。あ、なんだお前、おい。かぶるっていう。あんなたくさんある記憶でかぶるかね。もうマジ無理、本当に。もう全然出ない、本当によ。また取られるの、ワンコは。なみなみとセットな。俺の代わり見たラインナップ。これ、ゲッティじゃなくても出るやつ。あかん、デングだってか。ちょっと。とねえ、あ、なみなみ、これは終わってるって。終わっとるんや。ゲラ吐きそう、ほんとに血管黒すぎて。俺この3枚初見当ててればさ、まともな飯食べれてんのにな。ああ終わった。なんだこれ。ああ、俺今までのガチャで荒野が一番悪いわ、ほんとに。もうやめようかな。ああ、荒野もガチャもなあ、最後のラストチャンスをくれ俺に。ただ最後の10連をこれにかけさせてくれ。もうこれじゃ無理。おい、おい、来た、おっしゃー、やってよかった。来た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 。ここで当てる男、見ていってくれ、ほんとに。ケガピョ、もう鍵なんてしない。なんだこの図か。3までこの結果を作り上げましたよ。もうガチャの引くもんじゃないね。みんなやめよう。以上、コードラッシュ、シャンダルドネス、スイタルナス、グシャランス、ケガナス、ゼロしてくね。